皆さん、キリンが来る最終回ご覧になりましたか？今日は本能寺の変が起こった場所に行ってみたいと思います。現在京都の河原町通り沿いにある本能寺は秀吉によって移転された場所です。本能寺の変が起こった跡地は現在京都市中京区内にありまして、老人ホームが建てられています。それではここで問題です。本能寺の変で織田信長が撃たれた際に別の場所、同じく京都市中京区内にある二条市御神像で火を放って自刃した嫡男がいました。当時の織田家当主だったその人は誰でしょう？あ、織田信秀。い、織田信勝。う、織田信忠。え、織田信成。答えはうの織田信忠でした。加藤本能寺という生け花の流派があります。二世池坊専攻に支持し、華道を収めて立家その名手として聞こえた華道本能寺の流祖は誰でしょう？あ、日保。い、日蓮。う、日常。え、日流。答えはあの日保です。